ガリッサとは、ケニア共和国北東州、ガリッサ県に位置する市。ガリッサ県及び北東州の県と州都でもある。市の周囲を棚川が流れている。また、住民はソマリ族のダロットが多い。キリスト教カトリックのモンバーサ教会管区に属すキリスト教区がある。2011年にケニア軍を中心とするアフリカ連合部隊がソマリアのイスラム過激組織。 あるシャバブの最重要拠点であったソマリア南部の港町キスマイオを制圧したことから、ケニア国内では、あるシャバブ関係者らによる報復テロ攻撃の脅威が高まり、特に北東州ガリッサ軍ガリッサ市においては、警察、軍隊と治安機関やキリスト教徒を標的としたあるシャバブによるものとみられるテロ攻撃が多発した。2015年4月には、市内にある 教育大学機関、ガリッサユニバーシティカレッジが、あるシャバブにより襲撃され、学生ら約150人が死亡した。ケニア大使館渡航情報2013.423ケニアガリッサでに教会襲われる、クリスチャントゥデー2012年7月10日ケニアアタックガリッサユニバーシティアソウルトキルド 147BBC2015.42 ありがとうございます。